はい、どうも、たくみです。ということで、プロスペースやっていきたいと思います。ということで、今回は、前回の、動画で言ったと思うんですけどね、こちらの日本横断ドリームキャラバンの方の、累計報酬ですね、S ランク契約書手に入ったので、こちらを引いていこうかなと思います。で、まあ、この7周目以降は、キャラバンメダルが100枚ずつもらえるっていう感じなんですけど、コンプリートで。まあ、これに関しては、まあ、残りの時間、まあ、自然回復で、まあ、ゆっくり、やっていこうかなと思います。まあそれで、まあ、この 30% がもう1枚手に入ったらまあラッキーかなぐらいで、まあ自然回復であと3日間ぐらいかな、うん、やっていこうかなと思っております。はい、ということで、じゃあ早速引いていきましょうか。前回の 30% でまあそこそこいい引きをしてますので、またね引き続きまあいい引きができたらいいかなと思います。今回に関してももう S ランク契約書なんで、まあ確率ではないので、まあここに関してはものすごく安心しております。まあ絶対に出るっていうこの保証があるんで、まあすごく安心して引けるかなっていう感じです。いきましょう。さあ、欲しいところで言ったら山田哲人選手だったり、まあ菊池選手、涼介選手ですね、カープの方の。まああと菊池雄星選手でも普通に欲しいですね。まああとは千賀選手、五十嵐選手とか、そこら辺欲しいかな。まあ、あと、キス選手も欲しいな。秋山選手も欲しいし。もうその、とりあえず現状持ってて、まあ、去年のシリーズのやつとか、のやつだったり、A ランクを複数枚持ってる選手が欲しいです。菅野選手だったりね。はい、行きましょう。もう行っててもね、始まんないんで、引きましょう。さあ、久しぶりに稲妻見たの。多分。さあ、はい、誰か。さあ、誰、あー、なんとも言えないね、これは。はい。まあちょっと、一応能力見てみましょうか。まあとりあえず、今、現状、うわー、まあ 100% オーダーに入んないと思うので、まあ後日ミキサーかなっていう感じですね。セカンドかな？だよね。セカンド D だもんな。今ね、菊池選手使って、セカンド A を一回ね、体験するとね、B でもちょっと物足りないんじゃないかっていう、このね、感覚なんですよね。それでね、D ってなると相当落ちるんでね、うん。っていうのもあるし、打撃面に関してもすごく能力もね、低いんで、ちょっと今回はこれ使わないかなっていう感じですね。うん、残念ですけども。またミキサーにかけようかなと思います。はい。まあ、ミキサーに関してはどうしようかちょっと今悩んでて、今からというか、まあ、2017シリーズ1で引くか、もうシリーズ2までずっと S ランク取っといて引くかっていうのをちょっと迷ってて、どうしようかなっていう感じですね。うん、一応まあ今から引いてもいいけど、どうせねシリーズ2すぐ出てきちゃうから。でも去年の確かシリーズ2のミキサー開始が確か11月とか10月とかそこら辺で、11月かな、多分そこら辺で確かシリーズ2のミキサー解禁だったんで、まあそう考えると、まだ結構ね、あと何ヶ月 ?3 ヶ月はあるから、8、9、10、11、うん、まあ3ヶ月ちょいは、まあもしかしたらもう4ヶ月ぐらいあるから、まあ引いてもいいのかなっていう感じはありますけど、ちょっと取っとこうかなっていう気持ちもあって、本当になんかね、もう、引きたくなったら引くかもしれないですけど、まあ普通ノーマルとかでもしかしたら引くかもしれないですね。ちょっと S ランクの消費を抑えて、もう運試しみたいな。運試しとかしてさっきみたいなのになったら嫌だけどね。はい、ということで、今回は S ランク契約書ドリームキャラバンの方ね、引いてみたいんですけど、まあさっきというか 30% の方が良かったかなっていう感じでした。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。